皆さんこんにちは、フィリピン不動産 GSR の家村です。私の方ではですね、フィリピンでですね、今何が起きているのか、経済的にですね、何が起きているのかっていうのをですね、こう定期的に、週1回ぐらいですね、リポートしていきたいなと思っています。っていうのはですね、やはりこのフィリピンの不動産っていうものをね、我々扱っているわけですけども、やっぱり不動産市場であったりですね、やはり不動産投資というものですね、このその国の実体経済、現在の、ね、実体経済、あるいはこれからの見込み、こういったことにね、当たり前ですので、非常にね、強く、関わっていますので、こういったね、フィリピンの、経済、now という感じですね、今どうなっているのかということをね、適時ですね、お伝えするのは結構大切なのかなと思ってまして、この動画を作っております。で、基本的にはですね、フィリピンのですね、経済誌とかね、そういったところからですね、記事を取ってきまして、その記事をベースにですね、今、起こっていることをですね、お伝えできればなと思っております。でですね、今日はですね、このインクワイアリーとですね、フィリピンのですね、メジャーな、ビジネス誌の一つなんですけども、こちらから取ってきてるニュースで、アメリカのですね、金融専門のシンクタンクですね、IFF っていうね、シンクタンクがあるんですけども、こちらのね、シンクタンクが、分析しているそのフィリピンのですね、財政状態ですね、このコロナの問題で当然さまざまな、ね、財政支出が、ね、今起きているわけなので、じゃあそのフィリピンのその国の、ね、財政ってどうなっているのかっていうようなことをね、レポートしている記事がありましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、US Think Tank PH Among Emerging Markets Fiscally Prudent on COVID-19 Response ということで、はい、ですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、The Philippines can still afford to spend more to fight the health and socio-economic crisis caused by COVID-19 ということで、ここではですね、フィリピンのですね、国の財政ですけど、その新型コロナウイルスの危機にもちろんですね、今現在ね、経済が対応しているわけですけども、これにね、対応していくその財政的なですね、基盤というかですね、余裕、こちらの方はですね、今のところですね、まだ余裕があるよと。こういうことをね、この IIF というね、ワシントンベースのですね、金融専門のシンクタンクがですね、伝えております。はい。それからですね、はい、economic damage from lockdowns and travel bans will likely extend into the third quarter ということで、現在ですね、この新型コロナウイルスの問題で経済がですね、非常に停滞していると。経済危機ですよね。もう停滞してるというかですね。経済危機に直面してるわけですね。これはフィリピンに限らずですね、世界中みんなそうなんですけども、こういったね、エコノミックダメージって言ってますけども、このロックダウン。実際ロックダウンについて言うとですね、このフィリピンのロックダウンっていうのはですね、今、徐々にですね、解除されて、経済活動、ビジネスが、なんですかね、部分的に始まってきているということですね。業種とかですね、によってですね、はい、進んでは来ております。でですね、一方ですね、やっぱり今回のね、このコロナの問題で大きな影響を受けているのは、このトラベルバンズというところですね。はい、渡航禁止ですよね。はい。人の動き、それから物の動きも含めて、やっぱりそこが止まっちゃってるっていうのがですね、今回のこのコロナ危機の最大の、経済的な損失を生んでいる要因になってるわけですけれども、そこはね、依然として、やはりその、エアラインであったりですね、の、運航っていうのもまだまだ、一部ね、その今、日本とかだと、ベトナムとか、一部その感染のですね、影響の少ない国との、その、ね、ニュージーランドとかですね、そういったところとのその渡航をね、スタートするっていう動きもありますし、あるんですけども、まだまだね、フィリピンに関してもですね、まだまだその渡航っていうのはね、禁止されている状態なので、この経済的な損失っていうのはね、まだ続くであろうということで、このですね、シンクタンクの方が今予想しているのは、これが第3四半期に及ぶだろうと。で、今ね、7月に入りましたので、第2四半期ですね、に入ってきたわけですけども、第2四半期、まだね、始まったばっかりなので3ヶ月ありますけども、今、ね、さまざまなアメリカのその医療機関というかその製薬メーカーとかですね、中心に、薬の開発ですね、ワクチンの開発なんかも進んで、治験、なんかもね、始まっていますけども、やっぱりこの第2四半期、は続いて第3四半期まで、このね、経済危機が、
ね、継続されるだろうという、ね、予想をしているわけですね。はい。続きまして、Many countries that could spend more, including Indonesia, South Korea, the Philippines, and Turkey, are set to experience relatively less severe contractions and thus may not want to engage in additional fiscal loosening, the IIF added. ということで、まあ、ここではですね、まあ、こういった、ね、経済危機っていうのは、まあ、世界中で起きているわけなんですけども、今回ですね、特にその、まあ、前回のですね、そのリーマンショックの時と比べる、よくね、比べられると思うんですけども、大きくね、同じ経済危機でも大きく違うのかなと思います。まあ、前回のですね、リーマン危機の時はですね、これは本当にまず、まさにそのリーマンってね、リーマンブラザーズっていう、ブラザーズというですね、アメリカの大手投資銀行が破綻したっていうことがね、象徴的な、ことで、まあ、リーマンショックって言われるんですけど、まあ、もともとはですね、その住宅ローン債券ですね、ABS っていうアセットバックセキュリティ、これがね、これがもう大暴落したところからですね、端を発して始まった、まあ、まさに準金融発ですね、経済危機。ということだったんですけども、今回は、まあ、このコロナウイルスというですね、感染症の蔓延ということで起きていますので、まあ、その理由がね、全然違うと。ですから、まあ、今回に関して言うとですね、やはりこの病気が、やっぱりその源泉になってますので、新興国がですね、どうしてもその医療インフラが先進国ですね、に比べて、やはりこの劣る、当然劣るわけなので、まあ、そういった部分で、やはりその、新興国へのですね、経済的な影響、悪影響というのは先進国よりも大きいということがあるというところが大きな違いですね。はい。またですね、その回復基調もですね、まあリーマンショックの時は実はですね、フィリピンはですね、もう世界でも一番早くですね、株価が回復したんですね。1年弱でもうですね、リーマンショック前の価格まで戻したんですけども、まあ今回に関して言うと、やっぱりこの新興国のフィリピン、まあここに書いてあるインドネシアとかもそうですけども、やはりその医療インフラのね、整備っていうのはね、そんな、なんですか、一朝一夕にできるものではないので、やはりその回復にも、先進国よりも、まあ、時間かかってしまうのかなというところはありますということですね。ただ、まあ、そういった新興国の中でね、新興国もね、たくさんあるわけなんですけども、そんな中でもね、インドネシア、韓国、フィリピン、トルコっていうのは、財政的な余裕があるので、まあ、このね、経済危機にうまく対処していくんじゃないかと。経済の収縮もですね、他の新興国に比べて少ないんじゃないかっていうね、そういう分析をしております。はい。続きまして、Last Wednesday, June 24th, Finance Secretary Carlos G. Dominguez Cert reiterated that the economic team wanted to keep the budget deficit to only 9% of GDP this year. 書いてありますけども、まあ、こちらはですね、カルロス・ドミンゲスさんっていうね、財務長官ですね、はい、のコメントなんですけども、まあ、財務省としてはですね、まあ、今回ですね、コロナ危機に対応する財政的なその準備は十分しているんでもののですね、やはりですね、こう、まあ、長期にね、その財政規律をね、きちっと守っていくっていうところもね、大切だということを言っていまして、まあ、具体的な数字としてはですね、この今年のですね、財政赤字をですね、まあ、必要な時にはね、必要な財政支出をするものの、またその準備はしているものの、なんとかですね、この GDP の 9% ぐらいに、抑えて、まあ、財政規律を保っていこうということをですね、声明を出しております。はい。続きまして、We should be able to finance fighting the second wave should this happen. ということで、こちらですね、まあ、コロナの第2波ですね、まあ、これがね、起きるか起きないか。ね、いう議論もね、非常に大きいわけなんですけど、まあ、実際問題としてね、アメリカとかはね、もうカリフォルニア、アリゾナ、フロリダ、それからテキサスですか、この辺りがね、もう非常に、まあ、実際も第2波が起きていると言ってもいいんじゃないかなっていうようなね、状況になってます。あと、ブラジルとかね、はい。なので、まあ、フィリピンについては、まだね、その動向が、まあ、ちゃんとウォッチしていかなきゃいけないところですけども、一応、財務省としてはですね、この、まあ、第2波が起きるということもね、想定に入れて、そのファイナンス的なファイティングって書いてありますけど、まあ、そのファイナンスファイティング、まあ、財政的な準備はしているよと、こういうことをですね、言っております。はい。ということでですね、今日のね、記事のまとめをしていきますけども、はい。景気後退局面に入っていますけども、フィリピンです。まあ、そうですね、まあ、景気後退局面というか、もう経済危機ですよね、はい。に突入してるわけですけども、その、COVID-19 ですね。のパンデミックに対処する財政的な余裕は保持していますということですね。それから、まあ、新興
国ですね、の中でですね、もうですね、まあ多くの新興国と呼ばれている、国が あるわけですけども、その中でもこのフィリピン、インドネシア、韓国、トルコっていうのは財政的な、そのまあ健全性があってですね、実際その必要な財政出動し、まあ、経済の落ち込み収縮 をですね、抑え込んでいるということです。はい。フィリピン財務省はですね、財政規律の維持のため、財政赤字を GDP の 9% 以内に抑えることを目指しているということなんですけども、まあこちらに関してはですね、まあ必要な、ね、財政支出はする準備をしているものの、やはりね、財政規律というものをね、やっぱりキープしていくというところも一つの、ね、目線としてあって、これ GDP の 9% ぐらいですね、抑え込もうというのがフィリピン財務省のですね、今の、考え方ですね。はい。フィリピンはコロナの第2波に対応するための財政準備をしているということで、まあ、第2波ですね、まあ、これがね、来るか来ないかは分からないですけども、まあ、来てもね、それに対処するための財政的な準備をしているというのがですね、今、フィリピン政府のですね、見解になっております。はい。ということでですね、今日はですね、こちらの、フィリピンの財政に関するね、記事をご紹介しながら、こう、フィリピン経済のですね、近況をお伝えしたわけですけども、まあ、このような形でですね、このフィリピンのですね、経済の、経済ナウということで、今のフィリピンの経済というものをですね、こう、新聞記事とか通してですね、お伝えしていけたらいいと思っていますので、よろしくお願いいたします。こういったね、動画をどんどんフィリピンのですね、不動産とか、経済とかですね、投資とか、に関する動画をね、どんどん流しておりますので、YouTube のチャンネルの方もですね、ご登録いただけると、よろしい、ありがたいと思います。今日はどうもありがとうございました。